はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。さあ、今日もやっていきましょう。スターフォックスゼロ、勲章ゲットだぜの旅。いやー、エリア3かなり難しそうですね。ちょっと触ってみたんですけど、なかなかこれは厳しいんじゃないかなと、頑張っていきたいところでございます。今日はエリア3の勲章です。エリア3もすでに2つゲットしてますが、改めて全部ね、触っていきたいと思います。まずは、ヒット数220以上。これがまず難しい。かなり頑張んないといけないですね。くまなくやっていかないとって感じですね。二つ目が、ジャイロウィングの乗り換え後の銀のメダルをダイレクトアイで10個集める。これはね、やりました。あと、また、稼ぐときにやります。で、三つ目が、ギガリラ起動後に黒いコンテナをギガリラに破壊させる。はい。四つ目が、電源復旧後にギガリラの周りにいるこの絵に映ってる、この馬みたいなやつがいるじゃないですか。こいつの起動を止める。要は、ハッキングする。はい。で、ラストは、作戦完了で終わらせる。で、完了で終わらせるにはそれなりの方法があるので、それをやらなきゃいけないので、最低2回は、潜らないといけないらしい。いや、これ難しいですよ、ここ。そもそもまずどうやったら作戦完了になるんだっていうね、情報が、まだ、もう発売結構経ってますよね。そろそろ1ヶ月くらい経ちますよね。ネットに全然出回ってない。スタフォゼロが売れなさすぎて攻略サイトがなさすぎる。それが、このゲームを、この実況をやっていて一番辛いところ。こんな悩み方したことない、今まで俺実況動画シリーズで。攻略サイトがまるでないから、わからない。よし。とりあえずは、まあ、この辺のね、敵をしっかり倒していくところから入っていきましょうと。はい。で、ここですね。ここは、割と、稼がないといけないところなので、稼ぎたい。ただ、割と敵と敵が近いところにいるかどうかっていうのが、運なので、うまく、敵がこう近づいてきたところに、合わせて撃っていくと、なんかこう、プラスボーナスもらえるじゃないですか、このプライチって。このプライチをどれだけ出せるかゲームですね。運ゲーですもん、ね、完全に運ゲーです。もう一発、オッケー、終わり。あ、事故目出ましたね、ここね。わー、じゃあ事故目出たんだったら、これ、スコア狙いに行こうかな。ちょっと作戦完了の方先にやろうかなって思ってたんですけど、ヒット数の方優先していきましょうか。いけるかな。ちょっと、難しいですね。さあ、ベスト88出ました。さあ、からが難しい。したら、じゃあ、あれなのか。敵が多分ちょろちょろいっぱいまた現れてくると思うので、どうしたらいいんだろう。先に潜った方がいいのか。やば。単独でやっちゃった。こいつは、了解。これ先に壊しましょうか。いった。上飛んでるやつもそこそこ倒したいんだけど、そればっかやってると、結構耐え、すげえ狙われてる。めっちゃ狙われてる。これ俺がやった方がいいのか、俺がやらない方がいいのか、どっち、ギガリラにやらす方がいいのか、どっちなんだろう。それもよくわかってない。こいつらをしっかりまず先にやっつけていきましょうか。いやー、そんなことやってる場合じゃないんですよ。僕はヒット数を稼がないといけない。まだいる、まだ向こう側にいる一個。で、入り口がここ二つあるんですね。入り口が二つあるので、入り口を、要は片方を打って、出ると。で、もう片方から入って出るのが一番いいのかなと。いう感じなんですが、ただ、多分左側からさっき試したら戻れなかったんで、右側から行こうかなと。一発で倒せないのか？わかってるよ。これでいいかな？地上の敵全部かな？よし。さあ、これで？こっち側からはどうなんだ？あ、わかった！そうか！ウォーカーだから、あれなのか、わかったぞ。そっか。アービンに戻ればいいのか、したら戻れるか。そういうことか。
そういうことなのか。とにかく数を大量にやっていかないと、数がそもそも足りてないので、ここ敵の。もうシビアですね。非常にシビアなので。あ、で、ここですね。入ると。OK。したら多分、ヒット数相当稼げるんで、稼げるかな、いいんじゃないかな、みたいな。いいんじゃないかな、みたいな感じ。ただちょっと体力少ないんで、慎重に行きましょうか。あれ、全然敵いないんだけど。全然敵いないよ。大丈夫？こっちの方が敵弱いね。ね。あ、なんか戦車、地上張ってる戦車みたいなやつ結構強いんで、これ二つヒットさせたい。よし、ナイス。オッケー。したら、あ、まだいる、まだいる。危ない、危ない、危ない。わかってるよ。わかってるけど。あ、待って、溜まってなかった。溜まってなかった。あー、やばい。ここ。よし。ちょっと、シルバーリングを。シルバーゴールドも。オッケー、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 オッケー。で、まあ、何がいる？あ、ここは特に敵いないので、引っ込んで、行きましょうか。あー、これもしかしたらギガリラの方がいいのかな？そんな気もするな。はい、オッケー。で、スイッチ踏んで、押して、壊して、ダッシュ、ジャンプ、オッケーで、で、こっからまたあとちょっと流れてくるので、そいつをしっかり破壊した上で、これでオッケーですかね。はい。で、ジャイロに変形します。はい。まあ、ジャイロ変形ルートですね。で、ジャイロで、今度、ここで銀のメダルを10個。10個ですね。10個ですね。をやりますと。そこに1個ありますよと。はい。はい、もう速攻戻します。行きます。右向きます。置きます。スッと置いて。取ります。終わります。そしたら今度上に上がると、ここに3個かな？はい。3個ありまして、はい、ありましたら、同じ段差のところの右かな？左かな？あれ？どこだ？あー、ありましたね、ありましたね、ありましたね。ここにありますんで、それをしっかり取りましょうと。まあ、この辺はパッと見ながら操作しますと。で、ラスト1個、2個か。ラスト2個は、この脱出装置のところにスイッチがあったと思うんですが、ありましたね。このスイッチの真ん前にあるんで、まあ、これは取り逃しようがないと。はい、OK。で、これで、要は勲章ゲットですね。で、まあ、この勲章はもうすでに取ってあるので、透明になってます。はい。さあ、これでとりあえず出たはいいが、あ、復活してる。おー、なるほど。そろそろ限界だよ。わかったよ。うん、そこ行ってるよ。はい。で、おいって言った。行ってで置きました。で、あ、でもこれだったら、この状態で、要は電源復旧した後に、あ、ダメだ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 。できるやつはあるけど、多分別のやつでやった方が楽なんで、ちょっと先に、やっぱあれですね、ヒット数の方を先にやっつけましょう。ヒット数の勲章をゲットしましょう。相当。で、ここ置いて、で、ギガリラ起動させて、で、あとはそこら辺の敵を全部ギガリラに破壊させたらいいのかな？はい。ギガリラ起動しました。で、そこら辺の敵片っ端からやっつける、あとは。させると、いい感じに勲章が出てくるんじゃねえのかな、みたいな、そういうやつです。はい。出ましたね。これが、取ったったもう一個の方の勲章です。はい。したら、あとはもうヒット数とか特に関係ないので、とりあえず、転送装置に入りたいと思います。これで多分、銀コイン、シルバーコインとヒット数と、あともう一個、その黒い箱の中の勲章。
が、3つゲットできるんじゃないかなと思います。はい。どうでしょう。88、114、202、ボーナス30入って103、232、オッケー！よし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 。やっぱあれですね、入り口両方から入るのと、あと入る前にちゃんと敵全部倒さないといけないっていう、結構シビアですね。いや、ギリギリだわ。さあ、ということで、とりあえずまたフェーズ2まで来ました。で、フェーズ2まで来たら、ここですね。普通今までだったら、ジャイロウィングで、このスイッチを押すと思うんですけど、これをウォーカーで押すと。はい。で、これで電源が復旧しまして、で、ギガリラの再起動できるんですが、ただ、ギガリラの再起動する前に、何をしたいかというと、いけるかな？あぶね、うまっ！うますぎでしょ、俺今の。これですね。こいつの、起動を抑える。6個いるんで、これをできれば先にやりたい。ただ、すごいこれがめちゃめちゃ難しいです、これ。ちなみに超難しいんで、相当、いった！うまっ！それずる！相当うまくやらないと、マジ何それ、はぁ、ちょ、的確すぎ、マジで。ちょ、マジで、何それ。ちょ、先倒すか。ちょ、無理。ちょ、こいつ倒しちゃいけないんですよ。倒さずに、こいつの起動を止める。はい、二つ目、オッケー。ちょ、痛い。ちょっと一回これ取るわ。一回これ取って、で、はい。もう取って、戻って、多分ね、ギガリラを先に、やると、ギガリラがこいつ倒しちゃうっていう可能性があるので、これをしないように頑張る。はい。三つ目。やばい。これわかんない。しょうがわかんない。わかってる。はい。はい、四つ目、オッケー。で、いや、これぐらいまで来たら大丈夫か？あとは、ギガリラの、ちょ、やってない、待って、どいどい。ちょ、これまずいか？ちょっとギガリラの位置見ながら、先にギガリラ起動するかもしれない。はい、1個。はい、5個目。あ、これちょっとギガリラ先行こうかな。ちょ、無理っぽいな、これ。ちょ、ギガリラ行きます。あー、やばい！ちょ、待って！あ、はい、オッケー！で、ギガリラを起動したってもいいはずなんですけど、ラスト1個まだスイッチ押せてないので、そいつのスイッチを押す。押す。こんだけすんなりやっても、でもこれだけ時間かかってるってことは、そういうことなんだな。どうだ、ラスト1どこだ？ラスト1が見えてない。ラスト1、痛い、ちょっと待って、ギガリラ、こっち来い。あ、やばいか。大丈夫か、ギガリラ。大丈夫、生きてる、生かしてる。よし、生かしてるんだったらオッケー。生かしてるんだったらオッケーで、こいつら先倒しとけ。オッケー。よし、で、今の間にダッシュ。で、こいつ最後1個いるんで、こいつギガリラが迫り来る前に、しっかり後ろ回って、やめて、来ないで。よし、来て、間に合ってくれ、間に合ってくれ、いいんじゃない、いけたんじゃない、で、これじゃダメなの、これじゃ。ハッキングしたよ、6個。わかんねえ。でもとりあえず出よう。とりあえず敵全部倒したと思うんで出ます。あー、先にやんなきゃいけないのかな。あ、でも完了はしたから、だからやっぱウォーカー使ってギガリラ起動するのは、やっぱこれが完了の条件なんだね。はい。これ初ムービーですから飛ばせないですよね。なるほど。ってことは、じゃあ、やっぱりそのギガリラ起動する前に、あの馬のやつを全部起動させなきゃいけないんだ。うわ、時間ないね。やりましょう、それ。それやりましょう。
はい、はい、はい、オッケー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 、5つ目、5つ目、5つ目。5つ目、体力大丈夫、体力大丈夫。体力見て、体力見て。体力見る時間がマジでない、マジでない。体力あるあるある、全然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 ある、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、オッケー、来た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 。どこ、勲章、勲章どこ、勲章目の前、目の前、オッケー。よーし、揃った、あとは、あとボコレ。ギガリア、あとはボコレ。もう、うわーうわーどっちだ、おっしゃいけーギガリだーボコレー赤炎の恨みを晴らせー砕け散れー敵のも砕け散れーわーあ、これじゃ破壊できなかった。マジか、入れない。入れたー。よーし、これで作戦完了。あー、めっちゃ大変だった。こんな大変だとは思わなかったぜ。これでいけたね。勲章5個。よし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 。これで全部です。エリア3の勲章全部です。うわー、もうほんと大変。これ多分、自力じゃわかんねえわ、この勲章は。いやー、攻略サイト増えないかな、もうちょっと。ありがとうございました。